小学6年生11歳の綾乃です。小学5年生10歳のルリンです。小学6年生11歳のミナです。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。今日はちょっとノアが諸事情のためお休みとなりますが、3人で頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。29日の撮影会とミュージックパラダイスをお越しいただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、ちょっとその感想を言っていきたいと思います。どうぞ。あやの感想は、まず撮影会の時はその今年で桜の撮影会が2回目なんですけど、そのどっちも印象が桜がすごい綺麗で、その今年はその撮影の日がその風が少なくて桜が舞ってるのは見れなかったんですけど、すごい桜が綺麗っていう印象で、そのライブの時はその失敗とかもしちゃったんですけど、そんなにあんなにたくさんの曲をやるライブが初だったのでとても楽しかったです。ルリンもちょっとあやと似てるんですけど、その撮影会ではその桜がすごく綺麗っていう、ことがすごい印象に残ってて、にあげてくれた方がたくさんいたので、いいな、いいな嬉しかったです。あとライブではそのエンジェルでたくさん失敗しちゃったんですけど、初めてのこんなにいっぱい歌えたエンジェルの曲があったんだなって思いました。どう、リナは撮影会で、その前にリナはライブで一回今年初めて桜見ましたって言ったと思うんですけど、家の前まだ咲いてないって言ってたんですけど、帰ったら意外とちょっと咲いててリナが移動中に窓の外を見てなかっただけだったなって思いました。でもなんかその桜がちゃんと咲いてないのに、もう量が少ないって言ったらあれだけど、雨とか結構降っちゃったからもう咲かないのかなって思ってたので、撮影会の時見れてすごい嬉しかったです。そしてライブではその衣装のリナだけ本数が少ない自慢もできて嬉しかったです。知らないんですけど、ちょっと今間違いかけちゃったんですけど、最後の今やった曲の最後のポーズが違うっていうの皆さん気づきましたか？気づきましたか？気づきましたか？かわいい。なるほど。出ていただけたということで、すごい嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、いつもならなんかこういう手をキラキラってそうなのかな、なんですけど、今日は3人でハート作ってみました。作りました。あ、そのハートはどうでしたか？可愛かったですか？ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい大丈夫？はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。あとちょっとね、もう今見ても分かるんですけど、今日みんないつもと制服が違いますということでね、一人ずつちょっとね、何
私のお気に入りポイントはですね、そのベージュの上を着ているんですけど、この中にピンクのね、かすかに見えてるんですけど、ピンクの T シャツを着て、なんでもらうんですか？なんでもらうんですか？お母さんの声が聞こえたの。T シャツじゃないみたいな。T シャツってことにしましょう。シャツ。シャツが。T シャツでいいんじゃないですか？シャツがピンクで桜っぽさをイメージしました。ルリは。あ。はい。何でもいいよ。あ、はい。自分のここのポケットのところに普通の多分 T シャツでいいや。T シャツだったら、その一緒ですね、 T シャツ。ただの白っていうのかなだと思うんですけど、そういうイメージがあるんですけど、今日初めて見たときにここにドーナツのマークがついてて可愛いなって思いました。今日初めて見たの？はい、さっき気づいてたもんね。はい、あ、そうなんだ。ちょっとね、リナが喋る前に一個言いたいことがあるんですけど、ちょっと話変わるんですけど、あのルリンの衣装が可愛いなってさっき思ってて、そういえばルリンが可愛いと言って思い出したんですけど、ルリンって可愛いじゃないですか。可愛いですよね。可愛いですよね。それでなんかさっき綾乃がリハーサルに行ってる時に、綾乃のなんか野菜チップスみたいなのをちょっとルリン食べてる時に、あのルリンがお菓子をくれたんですよ、リナに。なんか言ってくれたんですよ。その時にルリンいつも可愛いからなんか平常心保つ。平常心保つ。ルリン可愛いの知ってていつも接してるから、普通にああ可愛いねって心の中で思ってるだけで口には出さないんですよ。なのになんか今日めっちゃびっくりするくらい可愛くって、いやいつも可愛いですけどね、なんかやばいくらいなんかおかしくなっちゃって、なんか言おうとしてないのに勝手に可愛いって言っちゃって、ルリのその反応がまた可愛かったんですよ。ああ出れないの？出れてないです。もう本当に可愛いです。ちょっと話すごいされました、ごめんなさい。そんなことがあったんですね。そう、めっちゃ可愛かったよ。動画撮っときゃよかったね。今度再現して。いや、ちょっと無理かな。見たかった。引っ張ることはいけない。じゃあちょっと話戻します。リナさん、話ごめんなさい。でリナは1回あの撮影、学校の撮影会の時にこの上にブラウス着てたんですけど、多分スタジオライブで着るのは初めてだと思います。なんだろう、お気に入りポイントはいつもリボンなんですけど、今日はネクタイをつけてるところがポイントです。ということでね、まあそんな感じです。そうだね。じゃあ皆さん、なんだろう、今日はね、新しいじゃないや、ちょっとね、いつも着ない制服なので、たくさんお写真撮ってくれたら嬉しいです。嬉しいです。はい、じゃあそれでは次の曲いきましょう。次で最後の曲になります。聴いてください、天使のステップ。Yeah.
ル持ってるんだよ。やる、もうやるたい。ちなみにどんなやつ？茶色の下にハートがついてる。割と、割と大人の色。ピンクとかじゃない。なんか最初は水色が良かったんですけど、水色ってなんかメタリックな水色と普通の水色あって、普通の水色が良かったんですけど、そのママがエラビンってこれって指さしたやつが水色で、いやこれだと6年生まで使うとなった時に恥ずかしいからマジでやめときなって言って、なんか指定じゃないんですよ。あ、そう、ランドセル。ああ、ランドセルとしたら違う、制服の話してる。その時に茶色い。あなた一瞬は離れるから我々